議会、テレビであまり皆さんもご覧になったことがないかもしれない。だけれども見ていただいたらおかしなことがいっぱい起こってる。車の中に置いても大丈夫だけど、ぜひこんな、この都政、しっかりと便秘の基準と都の基準が違うんですよ。だから国の基準で言えば、まだペットは残念ながら殺処分されているのが実情であります。まあ、こういったですね、私たちはどうなったのか、小池都知事に聞きました。そしたら何も答えない。当面拒否です。当面がゼロなんです。大変皆様お待たせをいたしました。蓮舫候補より熱い訴えをさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。蓮舫さん、東京都知事候補の蓮舫です。こんなにたくさんの人にお集まりをいただいて、ちょっと窮屈な思いをさせてしまっているので、早めに終わりますね。平さん、参議院で長く一緒に、しかも文部科学委員会でずっと一緒に愛情を込めてキラちゃんと呼ばせていただいています。そして菊田真紀子さん、衆議院で私の親友マッキーと呼ばせていただいていますが、今衆参の国会の話もありました。なんかもう懐かしい話です。それぐらいまで私は東京都のためにまっすぐ前を向いて歩いていきたいと今改めて思っております。どうか支えていただけないでしょうか。政治と金、国政の不祥事が政治不信につながって、この東京都知事選への不信にもつながることを私は懸念してます。昨日ね、ある番組を見ました。 TBS の報道特集という番組、萩生田光一さんってご存知ですか？自民党の前政調会長です。あの人は2700万円余りの裏金を手にしていた。説明は事務所の引き出しに入ってた。そんな引き出し欲しいですよ、私も。ところが番組が情報開示請求をして手にした領収書、そこにはなぜかクレジットカード決済が70万円を超えてあった。引き出しに入れてたんでしょ。なんでクレカ決済ができるんですか。嘘をついてるか、もっと他の裏金を取ってるか、どっちかだと疑わざるを得ない。こういうことはもう本当にやめていただきたいと改めて思いますが、いかがですか。この萩生田さんは自民党で役職停止だったけれども、なぜか東京都連の会長には残ってる。そして萩生田さんの会長名で小池百合子さんが出るならば全面支援をする。そして2つ目には蓮舫の悪口が書かれる。しかも蓮舫と呼び捨てだった。私はそんなに仲良くありません。8年前、この自民党を批判して、8年後、もっともっと劣化した自民党と一緒になって都知事を目指すという人に、私は絶対に勝ちたいと皆様方にお約束をさせていただきます。小池さんと蓮舫の違い、何ですか、一言で言ってくれ。一言ってなかなか難しいんだけれども、小池さんはトップダウンの人だと思います。私はボトムアップ。なぜか、小池さんのトップダウン、リーダーとして評価できる時もあるけれども、時として、どこでいつどうやって決めたのかわからない政策が突然発表される。それは職員の仕事を増やすだけじゃないですか。それは基礎自治体との調整が手間取って結局窓口負担になるんじゃないですか。だから私は知事直轄円卓会議を作って、当事者の方、専門家の方、現場をよく知ってる方、都庁の職員も入って、課題解決に何が必要なのかを見える形で進めていく、そんな都政を進める都知事になりたいと思っています。途中経過がわからないことが多すぎるんです。神宮外苑再開発、再開発そのものは否定はしません。でも今の時代に合った開発なのかどうなのかを、国際機関や各界で活躍している方たちがいろんな声を上げてるでしょ。坂本龍一さんは去年小池知事に手紙を出しました。
目の前の経済的利益のために先人が100年守り育ててきた貴重な木々を犠牲にするべきではない。これらの木々は誰にでも恩恵を与えるけれども、再開発は一部の富裕層にしか恩恵を与えない。私は全くその通りだと思っています。ところがこの手紙を手にした小池都知事、事業者にも送ったのかしら。あまりにも反応が私と違いました。誰がどこで決めたんだろうか。これは争点だ。一回立ち止まる。すでになされた環境アセスメント、開発の前提となっている公園まちづくり制度、もう一度徹底検証する争点だと私が言ったら、候補者討論会で隣に座っていた小池さん、争点にはなりません、冷たく言われました。その理由はもう立ち止まってる方と言いました。だったら動き出しましょうよ。都知事が事業者に要請をした樹木保全の計画、明日にも出させましょうよ。皆さんに見てもらいましょうよ。それを都知事選の皆さんの投票の判断材料にしていただきたいと私は思っています。これもしないで選挙の後にひっそりと先送りするのは、私はそのやり方がおかしいと指摘せざるを得ません。私の大好きだ、私が尊敬している母校の先輩に桑田佳祐さんというアーティストがいます。森の歌で言いました。いつもいつも思ってる、どこで決まったのか。この明治神宮街もそうでしょ。ところが隣に座ってた小池さん、はっきり言ったんです。明治神宮内苑は原生林だと、明治神宮外苑は人工林だと。驚いた。明治神宮は明治天皇と皇后をお祭りするために建てられた荒れ地だったところに、日本中から10万本の献木、木々がお供えをされ、勤労奉仕でそれを植えて100年かけて作った人工林なんです。そのことを知らないで、明治神宮のホームページにも書いてあることを知らないで、どうやって開発許可を出したのか、ぜひ皆さんも小池さんに問うてもらいたいと思っています。しかも人工林なら切っていいんですか。とても環境大臣まで務め上げた人の認識とは思いませんでした。これはやっぱり一回立ち止まる。そして途中経過、誰の知事から始まって、もしかしたら政治的判断があったのか、どんな経緯があったのか私は知りたい。可能な限り皆様方に情報公開をしたいということは思っております。民主主義は途中経過を皆さんにお伝えすることがとっても大切なんです。国会議員だった時、よく批判ばかりと言われるけれども、実はいいこともやってるんです。誰も言わないから自分ではたまに言わせてください。コロナの時に、懐かしいですね、あの布マスク2枚、誰が決めたんでしょうか。コロナの時悩みましたね。いきなりの一斉小中学校休校、金曜日ですよ。親が本当に困った。コロナの時、時の政権が公文書を残していない、いつどこで誰が何を決めたのかがわからない、だからこれだとおかしいから公文書法の歴史的緊急事態に指定をしてくれと迫ったら、総理が私の指摘を認めて歴史的緊急事態に指定をした。このことによって長く保存をして皆さんに公開をすることが可能になった。この総理大臣が安倍晋三さんです。いいと思ったことは与党でも野党でも政府と前を向くことができる。その途中経過が公文書として大事だから、時の総理が認めた。それを今度は都政でぜひ情報公開を私にやらせていただけないでしょうか。再開発に限って言えば、これも途中経過がよくわからない。東京オリンピック選手村として使われた、もともとは都の公有地です。皆さんの財産です。その財産がマンションに
生まれ変わる、1万人の新しい町ができる、晴海フラッグ、公的な誠実なものかと思ったら、とんでもない、値段は上がり、抽選は外れ、都民が入れない。今年の1月に改めて町が動き出した時に、まだ住民票が登録されてない家がある、部屋がある、法人が買って元値の2倍近くで転売されている、賃貸されている、これはどういうことでしょうか。そもそもマンションは今どんどん値上げをしている、アベノミクスから始まっています。マネーがマネーを呼ぶ、投機として使われてバブルじゃないかと指摘をされている、そんな最中に晴海にあれだけの広大な土地を、公有地を安く民間に売却して高級マンションを建てたら、そこに投機マネーゲームが引き起こされるのは誰だってわかるんじゃないでしょうか。そのこともわからないでなぜ進めたのか。東京都には昔、公有地建設マンションにはルールがかけられてた。一世帯で一部屋、あるいは転売してはいけません、法人には売りません、そこを自分の家にしたときには勝手に人に貸してはいけない、こういうルールを作ることで皆さんの都民の家という安心の保障を東京都は長くやってきた。バブルになって不動産価格指標が低迷をして一旦見直されましたが、今こそもう一度このルールを取り入れて、この東京都の公有地は皆さんのために使っていくということを私は今やる必要があると思っています。東京で働く中間層の皆さん、平均所得では残念ながら今価格が上がっている、この23区内で家を買うのが本当に難しくなってきた。若い方が一人暮らしをする、家賃が高いから何かを諦めなければいけない部屋に住む、私はこういうことも気を配れるような、そういう都知事になりたい。例えば子供がたくさんいるご家庭、3人以上子供がいる、非課税、住民税非課税世帯、暮らしが苦しい、だったらここに家賃補助いくら補助するのか。例えば荒井資産で1月2万円、この方たちに家賃補助をしたらだいたい48億円、この48億円という額は何か、プロジェクションマッピング2年間関連予算ほぼ同額なんですよ。小池さんは光に光を当てることは得意です。でも東京で広がる格差、光と影だったら、私は影に光を当てて、その影がなくなるまで光を当て続ける、そんな都知事になりたいと今強く思っております。今回はチャレンジャーです。私の仲間が一生懸命応援してくれてる、多くの人たちが会いに来てくれる、雨の中こうやって立ってくれている、やる気が出ます。勝ちたいという思いが強くなります。どうか皆さん、蓮舫を東京都知事に来ていただけませんか。私にはやりたいことがいっぱいある。若者を支援しましょう。あるいはこの東京をもっと新しくしたい、だから言いたい、小池都知事8年間お疲れ様でした。こっから先は蓮舫にやらせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。していただければと思います。この場をもちまして、この錦糸町駅前を借りをしました街頭演説会は終了させていただきます。4月7日の投票日、蓮舫都知事の誕生に向けてみんなで一丸となって頑張ってまいりましょう。
きますと幸いです。そして日本赤十字社の皆様、先月の呼び込み本当にご迷惑をおかけをいたしましたけれども、そこにお集まりの皆様も先日にご協力もいただけますと幸いです。そして私はこの隣の江東区で衆議院議員をやっておりますけれども、今日は初めてこの世の中で司会を務めさせていただきました。皆様温かい目で見守っていただきまして誠にありがとうございました。蓮舫はつつ見られるかもしれないけれど、努力で真面目な努力家で真面目なところが本当だと言っていました。15年間深夜に及ぶ質問の準備、これは今も変わっていませんと言っていました。つい一頭を持たれがちな蓮舫さんですけれども、この大きな挑戦に人生をかけて挑戦しています。どうか皆さん最後まで蓮舫に力を貸してください。4月7日、蓮舫都知事の誕生に向けて一丸となって頑張ってまいりましょう。お集まりをいただきました皆様、本当にありがとうございました。お集まりいただきました皆様に心より御礼を申し上げます。4月7日の投票日、蓮舫へのご投票、ご一票をお集めくださいますように心よりお願いを申し上げます。4月7日がいよいよ東京都知事選挙、ありがとうございます。お手振ってのご声援を賜ってありがとうございます。今のありがとうございます。小池都知事による本当に光に光を当てるようなやり方はもうやめましょう。ぜひ